偽物ディアガールストーリーズ。改めましてこんにちは、私です。さあ始まりましたよ、偽ディアガールストーリーズということでですね、特に題名浮かばなかったからこの題名なんですよ、ね、さてこの放送どんな放送かと言いますとですね、ピュアな乙女と男子のための番組でございますよ。はい、というのもですね、今回なんでこんなことをやってるかというとですね、なんと、我が YouTube チャンネルがですね、めでたく登録していただいた方が100名を超えましてですね、ありがとうございます本当にね、登録して何かいいことあるんですかね。ねえ、自分は、ね、どっか登録したりっていうことはないので、登録すると何か情報とか来たりするんですかね。わかんないですけどね、わかんないんですけども、まあ、登録していただいてありがとうございます、ね、登録した方も多分見てくれてるんですよね、で、そんなのの他にもですね、コメントたくさんいただいているので、こちらのラジオみたいなものでですね、読んでいきたいと思いますよ。なんかそのまま返すのもですね、あれっぽいですもんね、というわけで古い順から読んでいこうかな。トラファルガロー実況の動画について、オープニングセリフゲームのボイスかと思いました。トラファルガーでの動画を期待していますということでですね、海賊武装新しいのが出たんじゃなかったかな。3だったか4出ますよね、サボが出るやつ。サボってなんだっけ、サボってあれじゃなかったかな、古谷徹さんがやってるんじゃないっけ、アムロとかの古谷哲さんだったかな。ちょっと失礼だけども名前間違ってたらごめんね。まあ、サボの方が多分こう目玉なんだろうね、新しいのは。トラファルガーも出てたけどね。弱えやつや、死に方も選べねえ。選びたい死に方ぐらい。ねえ、新しい海賊無双もやってみたいですね。次、似てるすごいというのもですね、同じくトラファルガー実況からですね、そんなに似てないと思うけどね。次、トケナブ実況第2回かな、1回かなのやつで、普通の声でも神谷博士さんに似てますねということなんですけども、全然似てないよ、似てないと思うよ。結構言われるけど似てないと思うよ、似てねえよ多分ね。次、第3回かな、いい声ですな、いい声ですね、いい声だけが取り柄なんです。はい、ねえ、いい声だということに僕は絶対の自信を持っている。だがそれ以外は点でダメだ。ねえ、人間的にもこうクソですからね。ね、次、いつか一緒にゲームしませんかということでですね、同じく2番目かな、第2回の動画だと思うんですけど。いいですね、最近はなんかこういう個人でやるよりはね、何かで集まってやった方が楽しく見てもらえる感があるので、あればいいですね。次。さっきの返信ながらこれ飛ばすの。次、兵長もめちゃくちゃうまいですね。ちょうどね、OAD だったかな、の、悔いなき選択っていうのを見た時期だったので、こういうネタもやってみたんですけど、なかなか好評いただいてるようで、よかったかなと思いますよ。次、女声をしながら、ザハウスを実況、こちらの方にですね、ヒエーって言ってるんだよ、動画の中で。女声も出せるんだよ、すごいでしょ。意外と女性ボイスの歌とかも上手いんだぜ。ちょっと歌ってみようか。エコーカモン。絶望からの旅立ちを決めたあの日、私たちの前にはただ風が吹いてたね。伝えたい気持ちほどこと、もういいかな。ねえ、主にマクロスフロンティアの歌ってる。ねえ、オベリスクとかいいよね。オベリスクってどんな歌だっけな。どんな歌だっけ、オベリスクって。夜明けの光を
小鳥が見つけるように私キラだったかな。うん、次届けの無事記第3回かな、第1回だね。主めちゃいい声だった、更新楽しみにしてますということで、山田水さんかな。ありがとうございます。更新しめますしすんのもね、適当な日にやってますので、長い目で見てください。お友達にも勧めてね。目指せ10万人チャンネル登録。されねえよ、されねえよ。次、トゲラブ実況第4回か5回かな。なんかドライヤーの音する。これね、後から自分でも録音機確かめたんですけども、ノートパソコンなんですよ、使ってるのはね。ノートパソコンのですね、性能がちょっといまいちでですね、ゲームしつつ録画するとすんごい音するんだ。それの音だと思うよ。次、トゲラブ実況第4回か5回のやつで、楽しくトゥーラブ、楽しくトゥーラブしてますか。私最近躍起になってね、刀図鑑、刀剣なし図鑑埋めようとしてるんですけども、なかなかね、あと7人出ないんだね。本当に長曽根小鉄が来る前に埋めたい。次、2000年後の君へ実況ということでですね、これにいただいたコメントがこれはということで、結構ですね、進撃の巨人の、なんだろう、二次創作ゲームみたいなのが結構あるので、これのシリーズも面白いかなと思ってやってみたんですけどもね、他にも何個かあるみたいなので、またやってみたいですね。次、ドラゴルガ実況に、すぐに出ますね、海賊無双3が出たらお願いしますということでですね、海賊無双3が出たのかな。エース、お前の朝をもらうぞみたいなことをね、言ってる PV 見ましたけど、ひけん、サボの真似してるどうなのかな、サボ人気あんのかな。なんかサボって兄弟いるんだっけ。次、声音量上げてくれると嬉しいですというのはですね、これなんで読むんだろう、うぐいつさんかな。トゲラブ実況第1回だけね、音量が微妙なんですよ。他のね、実況は全部音量5倍に編集した時にやってるんですけれども、第1回はちょっと少女作ということでですね、多めに見てください。次、タミズじゃないの声真似、声真似ですよね。他にもやってる人いっぱいいるよね。その中の一人だと思うよ。よかったら他の動画も見てくださいね。次、なんかイケボというのはですね、時計の無事期第3回かな。本当にね、声だけしかいいことないので、いいとこないので、これを売っていくしかないというね。次、さりげなくおじいちゃんがいるね。なかなかなんだろう、これ時計の無事期第3回かなね。なかなかおじいちゃんなんだっけ、三日月宗しかね、鳥海浩介さんとか、やってるねキャラがいるんですよね。通称ジジイとかね、おじいちゃんとか言われてるんですけどね。巷ではね、なんだっけ、天下語源で唯一のね、なんだっけ、レア語 ?4 か5の一番ね、高いレアリティの、刀なので、なかなか出ないらしいんですけれども、私は事前登録のね、事前登録してるとエマがもらえたんですよ。なんかレアな刀剣男子が出やすいっていうね、そういうエマをもらったんですけども、そのエマとね、大量の資源を突っ込んだら出ましたね。代わりにコギスネマルとかね、他が全然出ないんだけどね。交換しないぞ、しないからね。早く埋めたいですね。次、終わりかというわけで、こんなところで終わっていきたいと思います。はい、またですね、コメントが埋まっ
溜まってきたらやろうと思うので、どしどしコメントしてみてくださいね。番組に対するご意見ご要望等、何かこれやってくれみたいなのがあればですね、この放送というかの、コメント欄に書いていただくと反応しますので、反応というか検討しますのでね、どしどし書いてみたらいいんじゃないでしょうか。やっぱりね、 YouTube が全世界ということで日本以外にもですね、台湾の方とかタイの方とか、あとなんかアメリカ、フランス、ドイツの方とかも登録してもらってるみたいなので、日本語はあるといいんですけど、お楽しみいただいてるようでありがとうございます。はい、というわけで、今日はここで放送し終わっていきたいと思いますね。次からの更新というかのね、ぜひ期待してみてくださいね。それではここで終了したいと思います。BGM は YouTube 音楽ライブラリーからお借りしました。それではまた次回の、ラジオがあればお会いしましょう。それではまた。